どうもこんにちは、おっさんゲームです。ゼルダの伝説知恵の借り物第38回となっております。今日はオルディンの神殿を攻略していって、ボスの手前まで行ってみたいと思います。では行きます。まずこちらなんですけれども、このブロウィーさんの、まあ、風というか息で、まあ、火を消した後にこういう風に攻撃という風な形で行きたいと思います。はい、この方も、はい、息で何とかしてください。吐息で、はい、消えたと。で、これで攻撃と。はい、敵さんを倒しましたらこちら側行きます。で、ここはカラスのこのクロウリさんですねを大量に出してですね、もう数の暴力でいきたいと思います。頑張って戦ってください。はい、早送り、まあ、時にはこのようにリンクさんの攻撃、剣士モードの攻撃で倒していくというふうな形でいきます。で、ここはこのクリーピーさんですね、この方が爆弾を出してくれますので、これ爆破させます。はい、でちょっと全部こうしまってですね、ここ宝箱ありますので引っ張ります。で、宝箱ゲットです。はい、ねじりかぼちゃ8個ですね。はい、進んでいきます。で、小さな鍵を手に入れたいというふうな形になっておりまして、ここは、こいつですね、溶岩に浮く岩をこう出してこちら側に行ってですね、で、ここの場所に、浮く岩を出してですね、乗ってですね、そしてこう上の方に行けるというふうになります。で、ここはこっちのブロウィーさんですね、を出して持ってですね、こう飛んでいくと。で、これ遠回りしないとちょっと無理です。宝箱はゲットできません。高さ的に足りない。はい、宝箱ゲットです。はい、小さな鍵を手に入れました。で、またここはブロウィーさんを出してですね、こんな風に飛んでいきたいと思います。はい、で戻ります。で、ここも出して持ってでですね、はい、息を吐いてください。はい、戻ります。はい、こちらが行きます。で、ここは鍵が開けれます。入ります。で、ここマグマがこう上下にこう上がったり下がったりするんですよ。で、ここまず宝箱を出しておいて戻ります。これ急ごう、一旦戻ります。これマグマにこう入りたくない、落ちたくないからです。はい、で、宝箱をすぐさま取ってですね、はい、中身は、金黄金の卵ですねとなっておりまして、こう宝箱を足場にこう上の方に行きます。はい、で、ここで剣士モードで攻撃できたら攻撃しといてください。難しい場合はもう無理しない。はい、ごめんなさい。で、ここはちょっとずらしておいてですね、で、こうスイッチを押すと、ここはと開きますので、これ先に進めるようになります。で、ここはこう乗っておきます。で、床ビュンで、こんな風にこう縦にまずは移動してですね、斜めに移動できるテクの持ち主の方は斜めに移動しちゃってください。私はテクがないのでこういきます。で、次も床ビュンで結構ショートカットできますので、床ビュンを使います。はい、で、ここ岩ですかね、この重い岩で倒せる場合は倒しちゃってください。倒せなかった、ごめんなさいね。攻撃してくるんですよ、このタコさんが。これ大変でしょ。はい、これでよし、黙らせておいてですね、ここも小さい岩、この重い岩か、小さい岩じゃない、重い岩を出しておけばこんな風に足場にできますの で、次がむずいです。この床ビュンを出してですね、一瞬で飛び乗る。ほい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 、できた。で、次にこの、はい、水の塊を出してこう、はい、こんな風にしておいて剣士モードでボカスカと倒すという風な形になっております。で、次に、この重い岩、はい、Y 長押しで、はい、これで、はい、行けますので、で、こっち下行きますね。で、次に溶岩に浮く岩をこいつですね出しておいて、はい、ここら辺で
はい、足場にしておいて、で剣士モードにしてですね、はい、スイッチを矢で押すとここが開きますね。はい、剣士モード解除と。はい、でちょっと待ちます、早送りで水の塊にしておいて、これで上の方に上がっていきます。で床ビュンでいきましょうか。はい、これ難しいんですけど、手前側でこう、はい、上がっていってくださいね。手前で敵の手前ですよ。はい、でここ、宝箱ゲットいたします。はい、小さな鍵を手に入れました。でここはまず重い岩でこの敵さんをこう沈めます。ごめんなさい。はい、で次に床ビュンを出してですね、はい、このまま乗ってここまで来ます。で上に上がっていきます。で次に、この重い岩で線をしてですね、はい、でさらにこちらが行きます。で、まあ、できるだけ簡単にしたいので、重い岩をこう2つ重ねておき、こんな風に線をしておきますね。あ、ごめんなさい。で、タイミングも見計らって、はい、消えて、あら、消えない、消えた、消えた、よし、これでいけたと。で、次にこう水の塊を出しておいて、こいこい、こい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 、こいこい、ちょっと足りなかった。こいこいこい、こい、うわー、ごめんなさい。あ、ごめんなさいね。すげえかっこ悪かった。ちょっと回復させてもらっていいですか。こいつを。はい。で、あの宝箱は、この、こういう風に、真空で取ることができますので、はい、これでゲットです。はい、ダンジョンのマップですね。手に入れました。で、なんかこう、このゲージは、こうやって、マックスにしておきましょう。はい、じゃあ進んでいきます。でここにしるべがあるので、はい、登録しておきます。はい、じゃあここで一旦セーブしたいと思います。では次やっていきたいと思います。こちらを開けます。中に入ります。リンクさんが現れます。爆弾を投げてきます。こちらの戦略としてはクロウリーさんを出してですね、数の暴力で攻めたいと思います。レッツゴー。で出たり入ったり、まあ出てきたり消えたりしますので、入りはしないかごめんなさいね。はい、じゃあこれで頑張れ。でこのネズミみたいなやつがなんかこうすげえめんどくさいんですけれども、頑張ってやっていきたいと、倒していきたいと思います。はい、ゴー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 、頑張って頑張って。時間かかって申し訳ございません。はい、第一形態終了です。第二形態、頑張って頑張って倒してください。どちらに行きますか。下ですか。はいはいはい、もっと怖い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 。はい、倒しました。はい、扉開きました。はい、というわけで、爆弾をこう取ってですね、はい、力の爆弾を手に入れました。剣士モード中 A で爆弾を使えるようになります。はい、というわけでここで一旦セーブしてみたいと思います。
では続き行ってみたいと思います。ここ上がりまして、この橋を登ります。で左側行って、ここはユカビュンでレッツゴーという感じですね。でここ剣士モードになってですね、ぼかすか、はい、敵も倒すと。でここゲージ、ここで回復しておきましょう。で上に上がりつつ、水の塊にしておいて、ここはどんどんとこう、はい、で剣士モードでぼかす。で水の塊にしておいて、剣士モードでぼかしつつ、右側のこいつも破壊と。でここはクリーピーさんですね。で、はい、爆弾で、爆発してもらってですね、はい、こう下の方のやつ、あ、ごめんなさいね、はい、投げて、よしよしよし、これを破壊してもらうという感じですね。はい、どんどん破壊しましょう。破壊してください。はい、破壊して OK。 そうすると宝箱が出てきますので、宝箱ゲットです。はい、中身は小さな鍵となっております。で上行きますね。ここがちょっと難しいので、私はこの重い岩をどうにか駆使していってですね、はい、でここで多分剣士モードでこの上にすれば結構簡単にいけると思いますよ。はい、でここまで行ったら、はい、先に進めますので、でここはもう素直に剣士モードにしてですね、はい、これで先進んでいきましょう。でここも剣士モードでぼかすかぼかすかぼかすかしておいてですね、あとはクリーピーさんで、はい、壊せるものは壊していってですね、で宝箱とかをまずはここですね、宝箱、はい、こいつをゲットいたします。あ、これですね、まだ破壊しないといけなかった、すいません。でここ宝箱ゲットです。はい、100ルピー手に入れました。でさらにここにも出しておいてですね、はい、ぶっ壊してください。はい、そうすると、はい、ここ行けるようになりますので、でお水の塊にしておいてですね、先進んでいきます。でこの敵さん強いので、まあ、どうにかこう水でですね、はい、まあ、水にこう溺れさせるという風な手を考えると、ちょっときそうですね。溺れてください。溺れたかな、はい、溺れましたので、これで宝箱ゲットできるというふうな形ですね。はい、ゲットです。はい、中身は小さな鍵となっております。一応お金もゲットして、はい、戻ります。で次にこちら側、ここの扉、小さな鍵がありましたら開きますので、ここから下行きます。でここのはしごも下行きます。で悪いことは言いません。ここで敵をできるだけ倒しておいた方がいいと思います。先に、でここは重い岩にしておいてですね、これで、であとはここ床ビューにしておいた方がいいですよ、後使いますので。でこの宝箱取ったら急ぐということだけ覚えておいてください。はい、大きな鍵となります。さあ急ぎましょう。なぜならマグマが上がってくるからです。はい、レッツゴー。急ぎましょう急ぎましょう、大変大変。でここが壊れますので、床ビュン出してですね、これで、はい、こういう風にいきます。これで、大丈夫という風な形になります。はい、ここ入っていきます。はしご登ります。でここのはしごも登ってですね、でごめんなさい、ここ壊したいと思うじゃないですか。私も壊し方、壊していく方法は知らなくてですね、
じゃあどうするかというと、糸チュラさんを出すことによってなんとかなると思います。で、糸チュラさんはこいつですね、はい、ここにですよ、ここに糸チュラさん出す。で、これで登っていってですね、で、小さな鍵があればここ開けれますので、これで上に行きます。で、ここなんですけど、ここはちょっと難しいですよ。はい、ブロウィーさんを出してですね、持ってですね、飛んでいきます。さあ頑張ろう。で、一旦ここで離します。で、このこいつを持って壊すと妖精さんが現れますので、で、次にこの浮く岩をこう出しておいてですね、で、しばし待ちます。早送りで乗ってですね、上がったならば上がってください。で、こちら側に飛び乗ってですね、で、次も難しい、このブロウィーさんを出して持って、ごめんなさい、これミスったらごめんなさいね。で、こう飛んでいく。はい、これでしるべがありますので登録しておきます。で、宝箱のチェックですね、3回、2回、1回、まあ、もうトリッパグではないと思います。で、さらに、他のこのオルディン火山の無の方も宝箱のトリッパグではないと思います。はい、というわけで、この扉開ければボス戦ということになりますので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。